はい、どうも、ともきーです。今回は、くざか戦です。結構ね、まさかの事態が起きるんで、今回レアな映像なんで、動画にしたいと思います。はい、それではまず始まる前に、バフをかけていきます。食事だったり、エリクサーだったりね、かけるものはかけていきます。まあ、皆さんそうしてるかと思うんですが、できるだけね、死なないように、あと攻撃も結構当てれるようにかけていきます。はい、それではこっから、結構ねレアな映像が来るんで、もしかしたら中には経験した人もいるかもしれないけども、なかなかレアだと思います。はい、僕の周りでもねなかなかいなかったんで。はい、それでは映像の後に、クザカ武器の抽選の方法を紹介していきます。どんな形で抽選されるのか、紹介するんで、まずはこちらをご覧ください。はい、というわけで死んでも戻ったらクザカ武器が取れました。取れるんです。これ実は、一応抽選されてます。死んでも抽選されてます。で、どのように抽選されてるかというと、一般的に言われているのが上位 90% 以上の高ダメージを与えた人の中から高抽選で、下位 10% は、切り捨てられる。その真ん中にいる人、その人も、少ない確率ですが抽選されてます。はい、それではご視聴のありがとうございました。いろんな攻略動画も出してますんで、よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。